国立駅、国立駅は東京都国立式体一丁目にある東日本旅客鉄道 JR 東日本の駅である。駅番号は JC18。中央本線と東駅から分岐し、新小平駅へ通じる武蔵野線支線、国立支線が乗り入れる。この支線は中央本線と武蔵野線とを直通する貨物列車や武蔵野港。 臨時旅客列車などが使用する。中央本線は当駅を含む区間は、運行系統上は中央線と案内される。運転形態の詳細については、該当記事を参照のこと。国分寺駅と立川駅の中間に位置することから、後に市名にも採用された。相対式ホームを使用した2面3線を持つ、高架駅である。当駅東方から、 単線の国立支線が分岐している。改札は2013年1月13日をもって高架下の1カ所に統合されたが2016年4月24日に西側に野ののはぐ IC カード専用が新設され2カ所となった。なお、コンコースとホームの間にはエスカレーター、階段とエレベーターが設置されている。赤い三角屋根で親しまれた。 旧南口駅舎は、中央線三鷹駅立川駅間の高架化工事で取り壊されることとなり、2006年10月10日から12月にかけて解体作業が行われた。主要部材は、現在も立体化事業完了時に再建が可能なように国立市で保存されている。高架化工事前は、島式と単式の二面三線で、下りが単式、他に、 鉄道総合技術研究所用の術船、通称、総研線が2004年まであった。そのうち3番線は主に国立支線方向に向かう列車の対比に使用され、登り方の一部を除いて柵が設けられていた。3番線と総研線を横断する警報器のない構内踏切が北口改札横に繋がっており、朝ラッシュ時のみ使用された。なお、事業完了後は、 事業前の二面三線に戻り、外側が本線、内側が副本線となるが、総建線は設置されず、その跡地は樹樹線部分が、野野は国立ウエストの付帯施設の道として、引き込み線部分の一部は、国立市が緑道、ポッポ道として整備された。2009年1月11日に、下り線、一番線が、2010年11月7日に、 上り線が公開へ切り替えられ、2012年12月16日に、上り本線、3番線が新設された。JR 中央ラインモールによる業務委託駅であり、立川駅が当駅を管理している。2012年12月16日の線路、切り替え以前は、暫定的に2番線を上り、本線として使用していた。線路切り替え後は3番線が上り、 本線となり、2番線は上下共用の対比線となった。そのため、2番線の案内表には、方面表記が未記入になった。線路切り替え時点では2番線は一部の、上り列車のみが使用し、下り列車の停車は設定されていない。ダイヤが乱れた場合は2番線を使って理解し列車が、設定される場合がある。2013年3月16日ダイヤ改正より、 朝ら主事の上り列車が2番線、3番線を交互に使用する、相互発着が開始された。なお廃線の関係上、上り本線の3番線から国立支線に入線ができない。このため、国立支線に向かう旅客列車、武蔵野号や臨時列車等や貨物列車は2番線を使用する。新宿方面は、早朝と深夜には、 東京行きの中央線各駅停車や、総武線直通の各駅停車も運転される。それ以外の時間帯は全て快速電車である。JR 中央線は、2020年代前半、2021年度以降の向こう5年以内をめどに2階建てグリーン車を2両、連結させ12両編成運転を行う。 そのため、当たり駅は12両編成の列車が停車できるようにホームを延長したり、校内配線の変更や、信号設備改良工事などが実施される。高架化工事に伴う、駅構内改良工事に伴い、店舗はすべて閉店となった。その後、2014年4月22日に、ニューデイズ国立、マンスリースイーツ国立店がオープンしている。 これらの2店舗も含め、2015年4月18日に、ノノワ国立が第一期開業し、後に、これをノノワ国立イーストとした。2016年4月24日に、ノノワ国立ウエストが開業した。旧南口駅舎は現存当時、原宿駅に次いで、東京都内で2番目に古い木造建築駅舎であり、その美しさは、当駅が、 関東の駅百選に選出された理由ともなった。解体後も選出は取り消されていない。当駅が中央線の連続立体交差化事業に伴い工事範囲に入るため、その駅舎を移転、または撤去する必要が発生した。国立市は JR 東日本による鉄道遺産としての保存を希望したが、同社が拒否したことで、国立市による保存か撤去の選択を求めた。 また、同事業の一環としてその費用で保存する要望も、事業主体である東京都に拒否されている。これに対して、国立市は、独自費用で駅舎を引き手により、工事範囲から移転して仮保存を行い、立体加工事終了後に再度引き手により元の場所で保存する計画を立てた。しかし、費用負担の問題で議会と対立し、予算案が正式に否決されるに至った。 国土地市はなおも、保存の方法を探っていたが、工事のタイムリミットに近づいたため、妥協案として、解体、保存し、立体加工時終了後に復元することとなった。なお、駅舎の防火などの法的問題のため、一度、解体すると現地での復元ができなくなるため、2006年10月26日に、文化財の指定を行い、法がかからないようにしている。同月8日に、 旧駅舎の使用終了し、10日から JR 東日本により復元可能な状態に解体され、現在も市の費用で保存されている。高架化工事終了後、国立市では元の場所あるいはその付近に復元するとを計画している。しかし、南北通貨道路と駅前広場の関係で通貨道路整備の状況によっては南北通貨車両を現状通り駅前広場に 流さざるを得ず、また、市が保存用地を取得あるいは借用する必要があり、詳細はまとまっていなかったが、2014年2月3日から、国立市のふるさと納税制度の寄付金の使い道に、旧駅舎採築のためにが加わり、採築費用の寄付を募っている。2016年11月14日、国立市は、国立駅の採築に向けて、JR 東日本と、 土地売買契約における覚書を締結したと発表した。2020年度末の完成を目指す。開業当時の形態で再築する予定で、建物は駅舎ではなく、情報発信機能、観光案内所、展示スペースや情報交流機能、多目的スペースとして整備する。国立市が復元を予定する旧三角屋根駅舎の高さが十二メートルで、その両隣に、 JR 東日本が地上を4階建てビル、高さ20メートル角1棟の建設を計画していることが2017年8月に明らかとなった。JR 東日本は大学通りからの景観に配慮して高層ビルでなく低いビルとしたが、現状の計画に対しても地元の市民や商業者からは、復元駅舎が埋没してしまうとの再考を求める意見が出ている。 2017年度の1日平均乗車人員は5万4134人である。JR 東日本管内の駅では、埼玉新都心駅に次いで第91位。近年の推移は、下表の通り、駅前ロータリーを起点に、大学通りが南に、富士見通りが西南に、旭通りが東南に、それぞれまっすぐ放射状に伸びている。 それぞれの通りの直線区間の長さはおよそ1 8トル、1 3トル、0 7トルである。これらの道路は上空から見ると正面から見た旧駅舎の輪郭となぞらえた形状になっている。これらのうち大学通りが東京都道146号国立停車場、八保線に富士見通り駅より約3 7 0ルと旭通りが 東京都道145号立川国分寺線に指定されている。いずれの通りも若者向けなどの商店が多く立ち並び、また路線バスが頻繁に通っている。特に大学通りのこの部分は、福音が全体で40メートル以上あり、車道、歩道、自転車道、緑地帯が格然と分けられている。緑地帯は桜とイチョウが交互に植わった並木道である。 それ以外の街路はほぼ東西南北の格子状であり、一方通行が多い。大学通りを南に進むと南部線の野保駅に出る。大学通りの両脇に一橋大学のキャンパスがあるなど、教育施設は多い。北口周辺は南口と同様に格子状の街路になっているが、範囲はそれほど広くない。現在バスロータリーの開発工事が進んでいる。 北口を出て約100メートル歩くと国分寺市域に入る。そのため、当駅は国分寺市からの利用客も多いほか、東京方の高架下にある国立駅前駅に立ち、国分寺市民プラザ内には国分寺市役所のサービスコーナーが設けられている。北口付近に国分寺が気線による坂道が多くある。南口からは京王電鉄バス、京王バス中央。 立川バス及び国立市、コミュニティバス、国っ子、立川バスによって運行されている。このうち大学通りを南に向かうバスは各系統を合わせて昼間5分ごとの頻発となっている。北口からは立川バス及び国っ子によって運行されている。2008年3月29日から国分寺市、コミュニティバス、文バス、立川バスの西町ルートが 運行開始され、乗り入れている。国っ子以外の全路線で、パスもスイカが使用できる。また、分バス以外の全路線で、東京都シルバーパスが使用できる。ロータリーの南西側に主に、富士見通り方面に向かう系統が発車する一番乗り場が、同じく東側に、主に大学通りと旭通り方面の系統が、発車する3から6番乗り場がある。 西側の2番乗り場は校舎専用である。現行の南口出口から見て、ロータリー右側が2番、その先の道路向こうが1番、ロータリー左側が3から6番である。現行の北口から見て、左側の線路沿いに1番乗り場、左側横断歩道を渡った先のバスベイに2から5番、乗り場、正面道路の右側に分バスの乗り場、0番がある。 全て立川バスにより運行されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。